40歳、3割3分1厘、23の101打点、OPS8 割8分1厘、この打撃成績で引退。オリックス、ソフトバンク、イデホ、2022年でした。中日なら4番。オリックスに帰ってこい。KBO ならま。調子良い時の右打ちが芸術的やったな、デホは。惜しまれつつ引退が一番ええしな。日本時代ずっと良いバッターだったよな。帰国時争奪戦になってもよかったのに。韓国って打点になったけど打率高いやつ多いな。安定してたな。テカデホってあの体型で全く気がしないのすごいな。あの柔らかいバッティングは唯一無二やわ。お疲れ様でした。ビデオメッセージでとかだ、松田、工藤、加納が出たらしいな。2010年以降オリックスの自前最優秀助っ人だろ。ロメロ、ディクソン超えてる。柳田、内川、井出穂、松田の並びあってえぐいわ。3割6分3厘34本99打点、2割8分4厘11本82打点、2割8分31本98打点、2割8分7厘35本94打点。畳1枚の守備範囲。今年3割3分1厘23ホームラン、 OPS8 割8分1厘はやべえな。日本来たら期待の韓国人の成績。今宮が早急なんで困ってた時に吉川氏がファーストやったろ。的がでかいから安心して投げろやって買って出た話き。ガタイが良すぎて背番号10が小さく見えてたわ。 NPB 時代からどこ行っても人気者やったしな。ファンに愛される天性持ってた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。コミュニティ投稿のアンケートなどにも参加してみてくださいね。